もう明月は中華民国の軍人。北京政府直令派に属した。字は指名。幼い時に父を亡くしたため、もう明月は豆腐売りとして、生計を立てていた。24歳の時に軍歴を開始し、侵害革命時点では、公平長を務めていた。また、時期は不明だが、日本陸軍士官学校も卒業したとされる。当初は、 大占い元配下だったが、後に、孫伝法配下となっている。孫からは、陸軍、第二子不評第三旅旅長を経て1921年には、陸軍第十根性旅旅長に任せられた。1922年8月、陸軍少将くらいと、陸軍中将くくみを授与された。1924年6月、厚しい将軍のくらいを授かり、9月には金貨、金家、 学州、厳州鎮守士に任命された。同年12月、石膏寧大鎮守士に移動する。さらに、石膏少状守備司令に任命された。1925年10月、高寧鎮守士兼南京永樹司令兼第8、市市長に任命される。1926年12月、五連貫軍第3方面軍司令兼石膏、総司令代理に任命された。 1927年、孫の敗退に際して、孫は全敵総司令に任せられ、同年10月に参謀長として起用された。翌年、孫伝法軍壊滅に伴い、う明月は東北の長学寮を頼って逃れたが、結局は天津のイギリス疎開に空挙した。後に、新日政権である、 中華民国臨時政府や王朝明政権から民間を呼びかけられたが、もうはべて拒否している。これ以降の詳細な動向は不明だが、1967年に、もう諦月は病没した。去年81。ありがとうございます。